はい、ということでね、本当にお時間なので続きましてのコーナーに行きたいと思います。おかちコーナー、はい、ということでね、あの、はい、告知をしていきたいんですけれども、はいはい、告知何か。僕らね、はい、もう年内そうライブがない、年内のライブがないないんですが、もうあの12月3日で収めたんですね。はい、収めたんですが、はい、でも来年も活動していくでしょ。はい、で、まあ、あの今のところ言えるのが、はい、まず1個目が1月の14日、はいはい、国分寺モルガーナというライブハウスで、ライブをさせていただきます。はい、国分寺、はい、はい、そちらの詳細を、まあ、あのまだ詳しくつぶやいてないので、今日から、まあ、詳しくつぶやいていくので、はい、そちらの方をご覧ください。はい、あとお願いします。もう1個が、はい、もう1個は、大仏キャンですが、はい、3月のはい、18日に、はい、恵比寿のクラブエイム、はい、というところで、はい、もうこちらの方完全に詳細は出てるので、はい、マッドゲノムさんと、はい、なんだっけ、ケディストみたいな、はい、大丈夫かあとね、うろ覚えなもの、ね、はい、まあ、の、共催のイベントに出演させていただくことになりまして、はい、まあ、私がね、結構あの、はい、まあ、なんだろう、結構異色な、はい、もういろんなメンバー、なんか、はい、いろんなジャンルの、はい、しかもそうす、ね、ソロとかじゃなくて、バンドだけ集めて、しかもその中で、はい、こう異色な感じ、それこそ、なんかデスボ出す感じの人たちとか、はい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 、もうなんかそういう感じで、結構ね、盛り上がるは盛り上がる、結構異色な感じなんで、そう、異端児集めたライブみたいになってあ、いや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 、でも、はい、でもめっちゃそういうのこそ超楽しいよね。うん、もうあのぜひ頭を振りに来ていただければ。多分そんなかと思う。はい、頭振りに来たと思ったやったみたいな、多分永遠繰り返す感じの。めっちゃ楽しい。絶対楽しいそれ。はい。なので、それが3月18日。はい。あとね、まああの僕個人的なものだったりとかあるんですが、はい、まだちょっと詳細が公開できないので。はい。お待ちいただければ、まあ、詳しくは、はい、さらって言うと4月に何かがあります、まあ、4月に何かあるのと、あとまあね、あのレディエントじゃないですけど、お、まあ、ルカとしてちょっと今お仕事をいただいてるので、何か、何か、そちらの方が公開でき次第、お、はいはい、公開していきたいと思いますので、はいはい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ツイッターとかで、はい、ツイッター、ツイッターですね、ブログ、はい、何で、はい、ツイッター、はい、そうですね、なんか書くものもらえるとすごいありがたいです。しい、やった、優しい。あの、僕書きますか、大丈夫っけ、書きますか、書きたいの、ね、そんなにさ、そんなに注意がないの私の方が上なのは確実あ、そうなの、あ、それは間違いないね。ちなみに、あの、ショートやってました。あ、なので何段、何段、2段です。なので、あ、まだ、あ、今日いつもよりマイク、あの、なぞってなぞっては強えわ絶対書き直した方がいい。どっちもどっちじゃあ、これで見えるかな。ああ、はい、はい、見えるかな。前の方に、前の方行っていただく、はい、もう画面使おう、はい、これの公式のはい、公式です。ツイッターになります。はい、これから両方のツイッター一応飛べるようになってますので、はい、これをフォローしていただけたら完璧。はい、ここから2人のページに飛んでください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、告知は大丈夫でしょうか。はい、はい、で、私がですね、私の妹がね、公式ツイッターができました。デリカシーで、はい、あの検索してみてください。はい、そしてですね、その12月23日、はい、はい、妹ちゃん頑張って名古屋でライブを、初ライブを、おください。冷やかし大歓迎でございます。冷やかし、はい、話のネタに、メイドのお土産に、騙されたと思って、はい、是が非でも、はい、何が何でもあの見に来てみてください、はい、あの絶対楽しくなると思います。今頑張ってますので、はい、見に来てみてください。そして私がですね、ミキチでツイッターを検索してみてください。あの、私は普段女優活動とアシスタント MC として頑張ってますので、ぜひね、あの普段の活動をチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、
はい、ということでね、本当に間もなくお時間なので、コメントの方、はい、皆さんからいただいたコメントをね、読んでいきたいと思います。はい、はい、誰描く？絵が描く、まあ、絵描いてみてよ。やばいわ、それ何描いてるもんで、ね、じゃあ犬自分の飼ってる犬、こっちの方が多分出てるやつ飼ってる犬、飼ってる犬、飼ってる犬、ペット、ペット始まりました、こんばんは。モノマネ、モノマネ、あ、今日いつも翔平くんモノマネしてるんですけれども、はい、今日モノマネする人いないんですよ。いないんですよ。アキラ 100% になってる。みんな脱げってこと無理や今日は翔平くんいないんですね。そうなんです、今日は鹿児島なんです。九州からこんばんは、こんばんは。と柔らかい手をつないで大丈夫ですありがとうございます。はい、いやいやいや、見えてますよ。あ、さっきのハプニングのやつだね。はい、ということでね、はい、今日はもっと、もっとコメントください。あと残り時間、もう質問全部答えるよ。すごいじゃん。ダリアが NG ないんですよ。ダリアがNG ないんで、あと時間が3分ぐらいなのでこれ待って、何出せないくらいあれだよね。今さ、チラッと見ちゃった。ダメだったわ。自分の飼ってるペットでしょあれだよねちょっと私、ほんと、イラキやばいんですよ。マジで翔平くんに負けてない。翔平さん、喜んでください。多分飼ってますえ、同じくらいだよ。同じくらいだよ、やばい。翔平くん飼ってる、すごい。翔平くん飼ってるあ、最後はダリアちゃんの絵でやばい締めたいと思います。はい、はい、ペットの名前はないルです。書きました。ナイルです。はい、ダリアの家のペットのナイルくんです。ナイルです。あー、もうすごいね。ごめん、それしかもそれさ、猫じゃない？犬じゃなくない？で、尻尾短い猫だよね足短これやばいよね。これやばいね。やばいね。どう客観的に見て。やばいと思う。あ、やばいのは分かってるの。しかも首ない、首途切れてるし。しかもね、多分ね、耳ね、立ってないんだよね。いや、ここに、ここの、スタジオに来る人、みんな絵がやばいかもしれない。怖いですね。やばいね。怖いね。何？うまいって入ってる。うまいって。お、これうまい？やばい、ありがとう。そうでしょ。まあ、ありがとう。なに、女の子ってこれあれじゃない？コメントしたの翔平じゃない？俺だろ。傷の舐め合わしてるの。バイ野菜。バイ野菜。やっぱり野菜さんの方、身内だった。身内だった。身内かい。身内かい。なんだ。はい、ということでね、続きましてが、木曜日14日ですね。はい、19時からお届けしますので、ぜひね、皆さんまた見に来てください。よろしくお願いします。またぜひ遊びに来てください。はい、ぜひ。翔平くん、多分います。あー、いや、欲しいんですけど。次はね、ね、そろそろね、僕もね、こっち行ってもらいたい。詰められると思う。俺の席いないのが悪いんだからね。そうなんだよ。間違いない、本当に。すごい正論言うじゃん。なんか最後に言い残したことありますか？はい、ツイッターフォローしてください。はい、あ、そうだね。ぜひ2人のと、あと公式のツイッターの方をね、はい、ぜひフォローしてください。よろしくお願いします。さっきのアカウント消しちゃった。消しちゃった。アーカイブで皆さんチェックしてみてください。はい、あとツイッターの方から多分タグ付けしてますので、皆さん食べますので、はい、見に来てください。はい、